AKB48 ショールーム選抜 MV 解禁スペシャル、はい、ということでじゃあ1人ずつ自己紹介をさせてください。じゃあ1位のひーちゃんから。はい、皆さんこんばんは。もう黒髪から明るく戻しました、本田ひとみです。やったー、本当だ、かわいいよ。はい、かわいい。はい、あ、映ってる。はい、ですね、こんなに全身で映ると思わなくて今日長靴できました、さっこと岩田さほです。よろしくお願いします。はい、ずんちゃんこと山根すさはです。今日はリボン、今日届いたリボンつけてきました。かわいい。はい、はい、はい、AKB48 チームの大滝ひとみです。私もこんなに映ると思ってなくていろいろ空いてるんですけど、いやいやそこは映るやろ、映るよ、映るやろ、間違いないわ、間違いないわ。はい、 AKB48 の小田恵里奈です。元気もりもりです。でも可愛いなってなんだ、あやな。言った言ったよ、言ったのに。はい、B のあやな、今年の時あやなです。よろしくお願いします。はい、みんなのハートをとっちゃうとっちゃう。はい、東京出身のゆゆこと小栗ゆいです。よろしくお願いします。今回 MC を務めさせていただきます、AKB ポテトチーム A とチーム K 兼に大西桃花です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、この番組では10月19日に発売される AKB48 の60枚目のニューシングル久しぶりのリップグロスに収録されるショールーム選抜楽曲の MV を初披露しちゃいたいと思います。そしてですね、番組の最後には重大発表もございますので、あ、何に？何だろう？何だろう？何だろう？はい、ということでぜひ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ですね、画面左上のバナーですかね？こっちかな？左上のバナーをクリックすると CD の購入予約ページにジャンプすることができるので、よかったらね、ぜひぜひ皆様チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、続きまして画面の下、こっちかな、画面のこっちの下ら辺にあるツイッターマークをクリックすると、この配信の宣伝をツイッター上に拡散することができるので、よかったら皆様拡散よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでですね、あ、もう5000人の方も見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、もう早速なんですけれども、もうショールーム選抜楽曲の MV をもうね、初回は、もういいの、早い、やりたいと思います。早い、まずなんですけれどもね、そもそもこのショールーム選抜とはっていう説明からちょっとさせていただきたいんですけれども、ショールーム選抜とは、ショールームと AKB48 の連動企画で、7月18日から8月3日まで、ショールームを使ってオーディションが行われた、イベントでございます。期間中の獲得ポイント上位8名が選抜に選ばれて、カップリング楽曲を歌唱、そして MV を撮影してきました。でさらに、ショールーム、このショールームでレギュラー番組を行い、この8人がメインで出演した、させていただくという感じのイベントでございました、もうね、いろいろありましたよね、この2週間の期間。はい、ありました。もう皆さん本当に朝から晩まで一生懸命配信して、ね、いろいろあったんですけれども、まあね、ショールーム、どうでしたか、MV 撮影とか雰囲気。なんか楽屋がなんか過ごしやすかった。楽屋が過ごしやすかった。どういうですか、メンバー的に。椅子すごかったよね。あ、そうなんです。椅子宮殿みたいな、めっちゃ豪華だね。宮殿、確かに王様みたいな。そうか、楽屋でしたね。過ごしやすかったですね。ソファの話。そうだよ、私たちはもう曲名とか知ってるんですけど、まだ知らないんですよ、聞いた方は。
だからちょっとね、もう早速曲名をね、あのショールーム選抜1位のひーちゃんに発表していただきたいと思います。はい、はい、曲名はですね、シュガーナイトです。どうですか、この名前だけで。じゃあ、さほさん、え、私どうですか、名前だけで。そう、このリアクションと補足説明、どんな曲だと思いますか。どんな曲でも最初はシュガーナイトに聞こえなかったんだよね、私。ああ、しょうがない。あ、そう、そう、曲の中にもね、シュガーナイトって出てくるんですけど、うん、しょうがないに聞こえて、最初、え、しょうがないって曲なのかなって二人で話してた。しょうがないって曲、やばい。そう、はい、今いろいろね、あるんですけれども、じゃあもう本当にもう早速、うん、もうこのまま MV 解禁したいと思います。じゃあ、はい、V フリーひーちゃん、お願いします。はい、それでは、宇宙初解禁となります、シュガーナイト、ご覧ください。移動後、移動後、ひーちゃんどうですか。いや、皆さんいかがでしたか。なんか今こうしてリアルタイムでなんかコメントがね見れるって新鮮じゃないですか。だからそれも良かったですし、好評でとってもそれが嬉しかったです、ね。あとはなんか、なんだろう、コメントとかにも書いてあったけど、結構ね、K-POP みたいな感じって書いてあって、うんうんうん、ね、なんか表題の久しぶりのリップグロスとは全然違ったテイストの楽曲で、うんうん、ね、でしかも8人のユニットっていうのがまた新鮮で新しくて良かったんじゃないかなって思います。はい、ちょっとひーちゃんから感想いただいたところで、なんと、おっ、10代発表、10代発表、もうなんと、ここでひーちゃん、おさらばだ。初めてレコードを、あ、かけちゃう、初めてか、初めて
どうやって初めての MV 撮影？なんかこうやって撮影していくんだっていうのだったり、なんか本当に初めての経験でめっちゃ緊張したんですよ、うん、なんですけど、まあなんか本当にメンバーさんもあったかいし、なんかいろいろ学べたので良かったなって思います。初めて1回限りなので皆さんからいただいたもので良かったなって思います。素敵、ありがとう。じゃあですね、ここでですね、先ほどお話しもしたメンバーカラーの、MV で着用した衣装をね、一人ずつ紹介していきたいと思います。こちらです、ドドン。おー、ひーちゃん、ひーちゃん、ひーちゃんのやつ、1位から今8位までね、うん、順番にやらせていただきたいと思うんですけど、ひーちゃんもういなくなっちゃったからな。確かに、ひーちゃん解説だね。確かに、ひーちゃん解説、一番仲良いボタン、はい、ちょっとこれ解説してもらっていいですか？ひーちゃんは1位ということで、うん、色の選択肢が幅広かったんですけど、彼女は髪の色と同じオレンジ色を選びまして、なんかなんだろう、多分 K-POP っぽいのかな、この格好は。あ、確かに。アームウォーマー？あ、そう、それ、ね、今流行ってるやつとかつけてたりして、なんかすごいダンスも、なんかダンスも踊れる感じのすごい服で。めっちゃいい感じです。ありがとうございます。どうしても紹介する。じゃあそれでは続きまして、ドン。おー、かわいい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 、すごい、はい、私これ解説ってどうしたらいいかよくわかんないんですけど、それで私は、まあ、選択肢がまあ7色ありまして、紫色はマジで紫羨ましいと思ったそうだった。そう、紫好きなんですね。そう、紫か紫かピンクが良かったんだけど、そう、すいません、はい、かわいい、かわいいです。そう、紫にして、でもこんななんかカラフルなコーディネート私普段しないからめちゃめちゃ新鮮だったし、あとこの上のなんていうのメッシュのさやつがさ、うん、かわいいんだけどさ、踊ってたりするとね指にね、あ、入っちゃう、はい、それとかあったりして面白かったんですけど、なんか普段と違う姿になれたので、私的にはとってもなんか貴重だし新鮮ですごく楽しかったです。気に入ってもらえたら嬉しいです。いいでございます。はい、じゃあ続きまして、ドン。え、かわいい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 。はい、私はあの世界で一番ピンク色が好きで、うん、素敵、まあ、残ってるか不安だったんですけど、色が残っていたので、一番に選ぶ。かわいい、似合う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 。なんか候補が2つあって、衣装、うん、で、1個はもうちょい大人っぽいピンク感がちょっと薄めな、大人っぽい色のピンクだったんですけど、うんうんうん、あの私がこっちを激推しして粘り勝ちしました。おぉ、よかった。かわいい、なんか、なんか珍しいよね、ベルトみたいな。確かに、確かに、なんか流行って流行ってます。初めてつけたんですけど、うん、あのこれ一人でつけられる。これ似合ってる、めっちゃ似合う、かわいい、かぼちゃ、うん、確かにかぼちゃ。これは何色？青ですか？青です。ダークブルーを今回選んだんですけど、その時に確か青に髪染めたいなって思ってた時で、そうなんですけど、それで、まあ、なんか残ってる色こちらですって言われた時に、まあ、ダークブルーとライトブルーがあって、悩んだんですけど、なんか私はなんか暗い色だったりとか大人っぽい方が似合うってよく人から言われるので、ダークブルーを選ばせてもらいまして、で私もその衣装案が2つあったんですけど、もう1つの方が結構本当になんかもっと濃い紺みたいなダークブルーの衣装だったんですけど、衣装さんに会った時に髪をもうすでに青くしてたので、なんかオレンジのトップスが入ってた方がなんかもっとカラー感があって鮮やかでいいんじゃないかっていうのでこれになったんですよ。やめちゃ似合ってる、可愛いです。可愛いでございます。続きまして、ダン。面白い、笑ってる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 、どういう、こちらはあれ、エミちゃん、私シルバー、私シルバーじゃないよ、ショールームからシルバーないんで、はい、私ライトブルー、ライトブルー、シルバーの割合が、確かにシルバーの割合も高いんだけど、一応ライトブルーでやらせていただきまして、シル
シルバーやばい。わかんない。シルバーかもしれない。青かぶりだったから。そうだね。じゃシルバーかも。あのシルバーのスカートはめっちゃ可愛くて。可愛い。そう。でなんか青い服もなんか本当はもっとあのニットが長かったんだけど、男子の先生がなんか肌見せた方がいいと思うよって言って、急遽なんか折り込んで縫って、ショートで縫ってくれて、そうでなんか肌が見えるような感じになって。そうしてくださって、なんか私はめっちゃお気に入りで、可愛い、めっちゃ可愛いなって思って、めっちゃ可愛い、おしゃれ、みんなおしゃれ、みんなおしゃれ、ありがとうございます、ありがとうございます、可愛い、可愛い、じゃあ続きましてドン、はい、まあ、おしゃれ、黄色が黄色、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 はい、私は黄色です、可愛い。確かに、え、なんかダンス上手そうに見えるから、うん、嬉しかった。なんかあんま普段スカートが多いからズボン珍しくて、そのズボン割り当てられること本当にめったにないので、すごい嬉しかったし、なんか残ってるの黄色と黄緑と緑かって思ったけど、あの衣装着た時にもうこれは一番可愛いわと思って、そう、もう一番可愛いと思ってめっちゃお気に入りで、はい、お気に入りです。お、似合ってます。可愛い。じゃあ続きまして、ダン。うわ、何？すごい可愛い。可愛い。なんか待って待って。待って待って。すごいなんか他になかったから。指に流行りのリング、なんかお花の手作り感ある韓国風のリングだったりとか、なんか、なんで笑ってるのそう、いろんなアイテムがついててすごい可愛いんですよ。なのでよーく見てほしいなって思いますし、あとはこの中に着てるインナーがすごい可愛くて、最初ここ真ん中が閉じてたんですけど、やっぱこれ中開けた方が可愛いなって思って、ダンスの時から開けているので、この中身の可愛さもチェックしてもらえたらなと思います。可愛い、可愛い、可愛いよ、すごいよ、ありがとう。ダン、あ、似合う、似合う、かっこいいね。残りに残った色、緑の、似合う、ヤホちゃんのための服、本当？そう、緑、なんか今回ですね、あのこの衣装を用意してくださった方が、あのキャンキャンの、あの雑誌あるじゃないですか、キャンキャンチームさんが今回プロデュースしてくださって、もうフィッティングの時に、あの大西ちゃんのこのインスタグラムとかを見てみたいな、あ、こういう感じが似合うんじゃないかなと思ってっていう風にして、あのこの衣装をあのこう選んでいただいて、私もこの、まあ、ズボン、普段はズボンをよく履いたりとか、まあ、衣装とかでも結構肩とか腕が出てる衣装が結構割り当てられること多かったりとか、そこにここネックじゃないわ、アームウォーマーがあったり、本当私的にはドンピシャで好みの衣装にしていただいて、やっぱこの深い緑も生えて綺麗だし、黄色もパンチ効いてるし、結構でも、まあ私、まあ、ひーちゃんも同じような形だったけど、全くジャンル違うし、でもなんか結構、まあ、個性が出た衣装を選んでいただけたかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。あ、ここで視聴者さんが1万人を超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後まで、ね、見ていただけたら嬉しいです。まあ、こんな感じでね、あのキャンキャンチームさんにこうやって選んでいただいたんですけど、なんか他のメンバーの衣装を見て感想とかって何かあったりしますか？でもなんかやっぱさすがキャンキャンさんだから、流行りのアームウォーマーとか、なんか韓国で流行ってるリングとか、すごい流行りのものを取り入れてて、おしゃれで可愛いですよね、全部。確かにおしゃれよね。なんかでも
こうそれこそシャケちゃんの衣装とかさ、あんま他で見ないなんか形のワンピースだったり、なんか衣装としてっていうやっぱメーカーさんのものじゃないですか、うん、キャンキャンさんのスタイリングってことで、いつものおしゃれさんが作ってくださるようなあのオリジナルじゃないものなので、うん、あれが私服として売ってるってなると、確かにね、私が私服で取り入れないなっていう組み合わせを用意してくださったので、まあ本当に私だけじゃなくて他のメンバーもめちゃくちゃ新しい魅力が出る衣装なんじゃないかなって思います。ありがとうございます、うん、はい、ということでですね、続きましてなんですけれども、もう一度あの我々の MV シュガーナイトを私たちの解説付きでもう一度見てみたいと思います。じゃあ次の V 振り2位のサホさんお願いします。はい、もう一回なんてあるんですね、うん、はい、それではシュガーナイト再びです、どうぞ。ところをちょっと、じゃあ一回サホさん最後のポーズ何ですかあれ、うん、最後のポーズよく見てもらうと、みんなでショールームって作ってるんですけど、そうなんですよ、誰が何の文字か確かにいたポジションで順番につけてってるから、その順位順番じゃないんですけど、うん、どこやろう、私 H です、 S なんですけど、これ上と下間違えちゃって、えあれあで、そう、でまだ治ってたよ、そう、治って治ってた、よかった、よかった、気づいてね、これからシュッてなんか入れ替えて、ね、ちゃんとした方になってた、すごい、よかった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 、一人ずつ SH、そう、あ、おう、あ、おう、ここでスペシャルギフトをくださりました、あ、なん、ゴッドライトさん、ゴッドライトさん、そしてカズくんさん、そしておっさんさん、スペシャルギフトありがとうございます、ありがとうございます。ということでですね、まあ、2回目の MV 見終わったということでですね、はい、あ、その前に改めまして、画面左上のバナーをクリックすると、CD の購入予約ページにジャンプすることができるので、そう、こっちかな、気になった方はぜひぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、以上シュガーナイト MV 初公開のコーナーでございました。ありがとうございます。ということで次にこんなコーナーをやってみたいと思います。題してショールーム選抜質問大会、イエーイ、ありがとうございます。まあ、ルールを説明します。ショールーム選抜としてこのメンバーで活動していくにあたって、もっとお互いのことを知ろうということで、メンバー同士で質問をし合いたいと思います。これはあの挙手した方が誰々ちゃんに質問ありますって言って質問に答えていくという感じのコーナーなので、この中のメンバーに質問がある人を挙手お願いします。メンバー同士、そう、メンバー同士、何でもいいです。あ、じゃあサッポさん、ゆいゆいに質問なんですけど、いつも何時間ぐらい寝るんですか。睡眠時間ですか。睡眠時間、私は7時間を基本的にしようと思って、基本的にもうそれを考えているので、うん、朝の時間、起きる時間が決まってたらそれの7時間前、必ず寝ようって思って、すごい、それは次の予定がなくて、うん、お昼まで寝れるよって時でも、って時でも、そう、だから7時間寝してるんですよ。それ以上寝ちゃうと、うん、またそれもなんかこういろんな説があるけど、ちょっと、まあ、うん、なんか太りやすい、大事になっちゃう、はい、7時間が一番いいっていうのをいろんな説があるけど聞いて7時間にして、コメントでサッポーは乙女早起きだから、あ、そういうことですか、私めっちゃ短いって言われて、短い、どのぐらいですか、6時間以下かな、5時間とか、なんで、なんか寝るのが遅くなっちゃう、気が付いたら4時とかになっちゃう、4時、それは 何してたりするんですか、映画とか、多分見ない、普通に過ごしてたら、あれ4時だ、うざー、え、何時の起きるの、でもその次の日次第だけど、まあだからお昼前寝れたら寝たいけど、でも大体なんか私も9時半とかに起きたいなって思うようにしてるから、毎日一応9時半には目覚ましになる、ような設定にしてて、なのでちょっとスイーパーになっていっちゃってて、あの、そう、直したいというか、なんかゆうゆうが美意識が高いなって感じることがちょこちょこあったので、嬉しい、気になってて、ぜひちょっと7時間できたらやってみよう、頑張った、頑張ります、頑張ってみよう、頑張ります、じゃあ続きます、何かある方いますか、はい、あ、さけちゃん、
あやなんさんの質問なんですけど、はい、お休みの日何してるんですか？確かに気になる。プライベートあんま分かんないなって。え、そう？でもなんか話し始めたばっかりだからかもしれないですけど、だから気になるっていう。私は犬と遊んでます。おー、ワンちゃん。でも今ゆいゆいの話聞いたからめっちゃ言いにくいんだけどとにかく寝るの。いやもうね、すごいなって思った。だから私も2時とかまで寝ちゃう。あ、うん、でもいっぱい寝れるのは大事です。優しい、優しい。なんかコメント欄ではもうあやなんさんに関してお金の話がすごく。確かに、ま、通帳見てるのかと思って。私のイメージそんなことない。そんなあるよ。ないよ。ないよ。そういう話してるじゃん。ないです全然。だろう。はい。あ、ずんちゃん。みんなの最近ハマってる食べ物。食べ物。食べ物か。それ聞いて食べたいです。ああ、なんだろう。最近ハマってるの？私は月見バーガーを。いろんな月見バーガーが食べたくて。そう、 M さんは食べたんですけど。でもあの。ケイさん、うん、ケイさん、これ言っていいか言って言われて、最近いろんなとこが出てきてるもんね、いろんなお店がね。そう、うん、いろんな、あ、いろんなやつ。本田圭、ひーちゃん、うん、本田圭さんって言われて、ひーちゃんともその話してて、食べたい。いろんな月見が食べたい。いいね、今の月見だね。私はさつまいもにバニラアイスをほかほかのさつまいもをバニラアイスに入れて食べたら超美味しくて、もう秋最高ってなったのでやって。はい、お芋バニラ。お芋バニラ、はい、順番にごくだ。おだま、最近ハマってる食べ物。最近も一番ハマってる食べ物、うん、カヌレ。あ、そうなんだ。カヌレ大好き。そう、ももちゃんにもこの前もらったし。そう、ね、そう、もなんかカヌレ見たら、あ、小田だと思って。そう、くれた。何の記念日でもないのに、なんかみんなくれるの。ひーちゃんとかもくれるし、この前もなぎちゃんとかにちゃんとかくれて。そう、自分で買わなくてもなんかカヌレがこっちに来てくれる。食べれるの。いいな。いい、嬉しい。カヌレ、カヌレ、おいしそう。おいしい、ほぼ。おいしいはね、あのカフェで出てくる、うん、あのナスが乗ってるパスタにタバスコバーってかけて食べるのが好き最近。今日も昼もそれだった。ほんと2日に1遍ぐらいを最近そうやって食べてるかもしれない。すごい、タバスコの味が好きなの。あ、そう。これかな。お腹空いてきちゃったよ。お腹空いてきたね。夜遅いから遅くなの。じゃあ、ひかほさん。あ、私？そっか。私はなんか先…この間？あのね、宮城に旅行に行った時に、うん、パプリカがめちゃめちゃ美味しくて、パプリカのアイスとか、パプリカのアイスとか、そうアイス、そう、宮城でパプリカが取れるらしくて、パプリカのアイス、そう、それ食べたら家族でハマっちゃって、食べたい食べたいと思った。パプリカ苦手で、ああ、残念残念、めっちゃ美味しかった。食べれない。だから今ドハマりしてて、あの買ってきたの道の駅的なところで、なので最近食べております、パプリカです。ガスにかけちゃう。私、なんだろうな。でもなんか簡単に作れてめちゃくちゃ美味しいのが、うん、ちくわとなんかうずらの卵の、うん、なんかてりたま、てり焼き。それは自分で作ってるの？あ、それもなんか夜食じゃないですけど、ちょっと小腹が空いた時に作るのが好きで、女子力。めちゃくちゃ美味しいんですけど、私もともとすっごい料理苦手で全然できないんですけど、それはもうほとんどもうちくわ切るだけだし、材料も全部ほぼ一緒だから、もうガバって入れてザーってやって混ぜるだけでできるし、美味しいから、いいな、食べたい、食べてみたい、今度食べに行ってもいい、持ってきて、いただきます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとみんなのね、答え聞けたということで、以上ショールーム選抜質問大会のコーナーでした。ありがとうございます。はい、ということで、あっという間にエンディングのお時間になってしまいました。ここでちょっと告知をさせてください。10月19日に発売される AKB48 60枚目のシングル久しぶりのリップグロスに、私たちショールーム選抜の楽曲シガーナイトが収録されています。画面左上のバナーをクリックすると CD の購入予約ページにジャンプします。今日公開した MV も収録されるので、ぜひぜひゲットしてください。
そして久しぶりのリップグロス発売を記念して、10月7日金曜日から、9日日曜日までの3日間、日本武道館にてコンサートを開催することが決定しました。イエーイ、ありがとうございます。このねショールーム選抜楽曲シュガーナイトは7日と8日にあの披露する。え、2回が踊れる。え、そうだね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 、すごい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 、何、踊れるよ。踊ってたじゃん、みんなで一緒に。アナウンサーもちょっと踊れることが発覚したので、7日と8日には、ね、踊れるということなので、披露する予定なので、ぜひチェックしてください。詳しくは AKB48 の公式ホームページをご確認ください。そして、ここで、2つ、はい、発表があります。2つ2つも2つって何？まず一つ目はですね、まず一つ目は、私たちショールーム選抜メンバーが、レギュラー出演するショールーム番組が間もなくスタートいたします。私たち以外にも普段ショールーム配信を頑張っているメンバーなどを、ゲストに招いてお送りする予定です。で、まあ、本当にこのショールームで配信されるやつになると思うんですけど、基本はここのメンバーから2人出て、で1人をゲストにお招きする、まあ、基本3人体制でやっていく番組となるみたいなので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。今この配信を行っているルームで、配信予定ですので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、初回配信が、10月5日水曜日の21時30分からの配信となります。まあ、初回のメンバー、ここからまずは2人選出されて、1人ゲストという感じなので、誰がね出るかもちょっとワクワク楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。そして次ですよ。うわー、あー来た。ね、ツイッターとかでも歌っていた重大発表でございますが、私たちショールーム選抜がなんと日本テレビ系列、ミュージックブランドに出演することが決定しました。イエーイ、すごい。ということで、放送はですね9月30日金曜日の、23時5分となります。こちらはですね、もうなんと私たち収録を終えてきておりまして、今回に歌番組が初めてっていう方が4人初めての方が4人いらっしゃって、じゃあその4人にちょっと聞いていきたいんですけれども、じゃあ感想、じゃあチャケちゃん、はい、いやーもう本当にショールーム選抜になって、まあ、この実際裏ではまあこの番組に出れるかもみたいな話はあったんですけど、さすがに皆さんには言えないままチャレンジしていて、いや私の初めての音楽番組絶対みんなに見てほしいと思ってて、やっと叶った、はい、収録だったのでめっちゃ緊張してたんですけど、まあ本当に30分間全部モリモリショールーム選抜でやらせていただいたので、もう本当に多分私たちを知ってる方ももちろん楽しめると思うんですけど、このショールーム選抜を新しく知る方もたくさん出てくる番組になるんじゃないかなって思うので、私も楽しみにしています。サホさん、はい、そうですね、なんかすっごい多分厳密に言うと初っていうか、なんか絶妙なところなんですけど、こんな8人で番組に出れるとかってめったにない機会じゃないですか。しかもトークもやらせていただいて、なのでちょっと皆さんのおかげでねこういうチャンスいただけましたので、楽しみにしててください。本当にありがとうございます。じゃあ文ちゃん、はい、いつも歌番組についてツイートをすることが多かったんですけど、ファンの方がずんちゃんがいつか出た時は僕たちがツイートするから任せてねって言ってくれてたので、ずっとそれをしていただけるのが楽しみというか、あとビジュアルすごい整えていったので見てください。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあラスト、あいなさん。はい、私は、まあ、AKB 入って10年、もう11年目で、なんだろう、ずっと音楽番組出るの夢って言ってて、ね、泣きそう。なんだけど、コメントみたいに泣きそうなんだけど、なんか、嬉しかった、すごく嬉しくて、
なんかね、放送楽しみですね。嬉しかった、嬉しかったです。本当に幸せでした、うん、はい。そちらもぜひぜひ楽しみにしていてください、はい、ということでですね、ここでランキング、5位の方から1位の方までを読んでいきたいと思います。これはどうやっどの子ですか。ランキングランキング、あ、ちょっとね、字がね、重なって読めないな。これちょっと待ちください。わかるかな。確かに、あ、重なっちゃった。あ、これでいける。あ、いけた。いけます。ありがとうございます。じゃあ読ませていただきたいと思います。じゃあ5位の方からいきます。5位、おっさんアットマーク、このメンバーでのコンサートもしくは劇場公演希望さん、ありがとうございます。やりたい、やりたいですね。お願い。そして、4位が菊五郎アットマーク、ゆいちゃん大好きさん、ありがとうございます。ありがとうちゃとちゃ。そして3位がアンくん、アンくんさん、アンくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位が、ゴッドライトアットマーク、ワールドピース、ソーフォーエバーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位、カズくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、この今、流した、シュガーナイトの MV はこの後24時に AKB48 公式 YouTube チャンネルにアップされますので、よかったら皆さんもう何度でも何度でも見て、もうね、再生回数をもうアップ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 、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、では最後にもう一度シュガーナイトの MV を見てもらいながらお別れしたいと思います。最後までご覧いただき本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。